ただの魚さん、ありがとうございます。急に、嬉しい。なんか何もしないんだけど、600日びっくりしちゃった。今さ、そういうさ、ちっちゃいさ、600日おめえのエフェクトかと思った。ありがとうございます。ちょっと名前が書けないな、今日は。ありがとうございます。シェアしとこう。なんか600日ってあれになってるからね、一応。でもさ、これってさ、1300日目とかだったらさ、もうなんないのかな。おはようございます。ちょっと今日は長めにしてみようかなとか思ったり思わなかったりしています。余裕は確実にできないので、私の大好きなカニパンです。カニパン、今日話し会オーディション最終審査ってね。ね、東京売ってるんだよ。今日はお話しかお願いします。あのなんか初めてとかめっちゃもう前会いに行った1年前ですとかそういう方はお名前を言ってくださると嬉しいですとか、あんま普段公園来れないよとか、ちょっとお名前を私が聞くべきか。名前を教えていただけたら嬉しいです。なんかこの方誰だろうって思いながら話すのが一番なんかはてなはてななんで、分かる方もいるんですけど、名札とかだったらめっちゃ覚えやすい。だからもう名札がずっと目に見えるから名乗ったり、名札をつけてくださるとすごくありがたいなと思います。別に名乗りたくないですみたいな感じの方はいいんですけど、なんか本当になんか例えば自分を応援してくださる方が来てるのに、なんか誰だろうって思いながら話すのちょっとありじゃん。まださ、お話し会とかも始まって間もないから、そう、
ょっと僕は見バレしたくないんでっていう人以外教えてくださったらっていうか、そうそう、だって私ツイッターとか結構見るから、あ、この人ねみたいな、とかショールームとか、この方かみたいな、あるかな、話も広がるかなって思います。そう、メールとか返信してくださる方とかは、とかショールームを頻繁に来てくださる方っていうか、頻繁にっていうかショールームいつも来てくださる、そう、なんか覚えたいっていうのもあるし、なんかオンラインとかで名前出るじゃん、それで、あ、この前この方めこの前の話から来てくれたけど、こういう名前だったんだみたいな、そうそう、こういう、あ、この方この名前だったんだ、あーねみたいな、結構あるオンラインで。ゴー、そうそう、ちょっと私も覚えられるように頑張りたいんで、名乗ってくれくださった、まあ、名札とかが一番あれだよ、今日は2日目なんで、もうね、おしゃべり会ラストじゃない、あとは残すのみオンラインのみなので、現地ラスト、めっちゃ仲なる、おはようございます皆さん、キノコッペとね、浅草行った、頑張って地図見て場所調べながら、なんか本当は行くつもりなかったんだけど、え、どっか行くみたいになって、私たち部がね結構夕方に終わるから、行こうってなって、でもここで大失態が、東京行って浅草行って、まあそこはいいじゃん、そしたらあれだったの、行ったのが本当7時とかで、私オラも知ってたり、充電ないから充電してたり、ちょっと髪を結んで、そう行ったりしたら、え、待ってこれ、え、もしかしたら時間とかあるんじゃないみたいな、待って、え、みたいな、私しゃべると、もう全部そう閉まってて、もう過ぎてたの時間が、だから仕方なく、仕方なくっていうか、そうそう、え、どうする、でも行ったら何かしらあるでやろうみたいな感じになって、コッペと行こっかってなって行ったら、大学芋が売ってたので、それを美味しくいただきました。で
でも浅草ってあの雷門行ったんですけど、そうで食べ歩きがダメらしくて初めて知った。本当はなんかくまちゃんのもなかといちごとあんこみたいなのがあのあんことかのなんかあって、調べたら分かる、なんか多分どっかでインスタとかで調べたら出てくるのかな、浅草食べ歩きとか調べたらなんか上が熊のもなかでなんかいちごあんことかあるやつとかジャンボメロンパンとか、そうそうそう、だからここペタも次はちょっとちゃんとしようみたいな、また多分いつか東京に来れると思うから、そうだからまずは太宰府でリベンジしようって太宰府天満宮でもあるじゃん、なんか旅歩き系から、それリベンジしようってちゃんとみたいな。そう、前もっと調べとけばよかった。道迷うは特に、あ、でもなんか浅草駅に行きたかったんだけど、なんか調べたらなんかつくばエクスプレス浅草駅と浅草駅って2つあるのか分かんないけど、なんか間違えてつくばエクプレス普通の浅草駅に行きたかったんだけど、なんか間違えてそっち行っちゃってえみたいになって、そうめっちゃ迷った。めっちゃ中がギュギュ、そうそう、部長のしゃべり会天然英語と天然ラッチフどっちが多いですか、どっちが、どっちもどっちもって感じ。初めましてに近い感じだったら敬語か、敬語っていうか丁寧語で、何回も来てくれるなって思う人はタメ口かも。東京来たね。IC カード使えないんだ。使いたい。なんで？今日の話から東京おすすめスポット教えてもらった。でもね、もう帰っちゃうじゃん、どうせもう。だからね、あ、行きたかったなーって終わっちゃうと思う。私ね、スイカ。スイカ。使ってるよ。なんか私がコメント読み上げたらみんなにちょっと心配されたから気まずそう。600日だ。やったね。ほら600600。これさ、もう1100とかだったらなんないのかな。1100でもこういうさ黄色いさ
おめでとうみたいなやつになったりしてな。やばいね、あと少し2ヶ月、 2ヶ月じゃない、2周年。8月ぐらいに多分1周年なんで、やったー。ちょっとショールームあんまできない日も続きますが、お願いします。730日だったらあと4ヶ月だ。ちょっとね、今日も話しますか。なんか東京なのにさ、たくさん福岡からも飛んできてくれて嬉しいです。でもやっぱ関東の方とかであんま福岡来れない方はでもこういう時に来るじゃないですか。なんかあれですよね、やっぱ人が違うっていうか、逆に福岡住んでるから東京行けないよって方もいるし、で関東に住んでて普段福岡あんま出張とかで行けないから、はじめましてが多いけど、そう、まあ、東京やばいよね。なんか東京ってすごーって思う。私東京やばい、楽しい。東京豪華なスメスポットなんだろう。なんだろう、博多駅天神ってさ、でもなんかさ、おすすめ多分さ、みんなが求めてるんだぜ、天満宮的なじゃん。福岡の人ってアスリートとしてもさ、大体天神とかじゃん。そう、この前整体行った時になんか福岡出身じゃない方にが担当だったんですけど、その時にその時になんか福岡っておすすめの場所あるんですか、なんか多分どっか他の県に住んでる方でその担当してもらった方がなんかおすすめの場所とかあるんですかって言うんですけど、私はもう遊ぶっていうよりかはなんかもう博多とか天神とかで買い物するくらいですかねってなんかあんまり食べ物が有名なのかな、福岡って分かんないけど、まあ万人受けっていうか、なんか太宰府天満宮だったらおおってなるけど、太宰府天満宮は福岡市からすると遠い、そんなことないのかな、分かんないけど、市内がそう場所っていうか、そうそうそう、食べ物とかラーメンとかうどんとか明太子とかあまおとかもつ鍋とか
うん、でも観光で行きたいなら太宰府かなって思う。文字工、確かに文字工いいわ。福岡の観光スポットってなんだ。あ、でも海の中道とか言ったらまだ観光っていうか、あ、糸島いいじゃん。島いいじゃん。でも福岡市から外れちゃう。あ、でもまだ近いから糸島あったら。糸島、太宰府、門司港。福岡のテーマパークね、なくなっちゃったところが割とあったりするからね。あの、なんだっけ、スペースワールドとかカシイカニとか、太宰府遊園地ぐらいなんじゃとかなんじゃないかな。太宰府遊園地は私が初めてアスレスウィッシュか分かんないけど、なんかロッキーの福岡県出身メンバーで、そういうちょっとロケ的なのに行くって時に行った。あんまないかも。熊本とかに行ったらグリーンランドもあるし、大分に行ったら木島もあるし、こう テーマパークはないかもね。私はね、と、あの、あれに行きたい。でもディズニーランドとか、まあどっちでも、どっちでも、どこでも行けると思います。日本は広いんで。ね、皆さんも東京観光してください。なんかめっちゃ変なこと言うんだけど、なんか私は福岡が結構都会っていうか、まあ、なんかなんて言うんだろう、福岡は割とイケてる方だから、イケてると思ってて、福岡に住んだことは聞かないから。でだからな、結構何でもあるじゃん、やっぱり町とか行ったら何でもあるじゃん、なんか食べ物も。そうそう、けど福岡都会なのは変わりない。それはもちろんね、もちろん都会なのに行けてるんだけど、東京に来て
あのちゃあマックあるんだマックなんかなんて言えばいいんだろう、なんかめっちゃ現金があるんだとかなんか思っちゃったんよって思ったけど、そりゃさあの首都なんだからさ、なんかマックあるんだっていうか、なんかマックめっちゃあるじゃんみたいな感じ、なんて言えばいいか分かんないけど、なんかマックあるんだっていうかは、なんかなんか私は福岡を一番上として思ってたっていうなんか分かんないけど、そうだから、いやないはずないじゃん、だって首都なのにね、首都なのにないはずないじゃんみたいな、首都だから一番人口多いのにさ、そうそう、まあ、東京に比べたらそれはちょっとあれだけど、福岡はいい街。スカイツリー見ました。でも逆に東京の人から言ったら、福岡マックあるのって感じじゃん、なんかなんでそんなこと思ったんだろうって、なんでそんなこと思ったのかな、不思議、めっちゃマックあるやん、なんか東京にいる感じもしなくて、その浅草行った時は東京にいる感じもしなかったし、そうそう、なんか東京いるんだ、みたいな。東京は東京ってか、なんか関東に来たのは幕張の時でしょ、で高猫でしょ、なこさんの東京コンサートでしょ、4回目かな、あ違う5回目だ、そう4回目、あ5回目くらいかなって思います、私のあれによると。でもなんか私が思うのは、東京ってすごく高いな、ビルがあって、東京はすごくね、ビルが高いです、全部全部高い、そう全部、そう全部高くて、ママから、ママがプライベートで行ったことあるよって、3回しかないかな、3回か3回行きました、じゃあ7回、ではまた今度ね LINE キューブの時行きますんで、渋谷
歳の時って多分無理なんだよね、前後で遊ぶっていうの。そう、多分ね、無理だと思う。これ楽しい。だっていつもコンサート次の話し会で来るときか。でもさ、なんかできたときにさ、もうさ自分たちでお金払ってさ、もう一回ホテルさ取ってさみたいな。まあ福岡でも遊べるんで十分ですよ。あ、めっちゃグーの喉が。うん、なんか本当にインスタ始めたくて、インスタを始めたいと思って、なんか昨日撮った大学院の写真ね、ちょっといい感じ。なんかインスタはちょっとノーマル風で行きたくて、ノーマルカメラ風に行きたくて、で食べ物写真とかすごく多くなるなと思うんですけど、カフェとかの。そう、多分ね、昇格するとできるっていう泊まりだと思うから、ね、行きたいな。早ければ5月からかなとか思ったりもしているんですけど、更新大学の方わかんない、普通なんかカップイン大学院もカップもうカップ入りのカップ入りの大学院かが、よ大学院こんぐらいの大学院があって、それが4つで600円の、結構夜まで空いてる、夜っていうか普通に7時8時とかでも空いてるお店の大学院を食べに行きました。なんかちょっとあのツイッターってか、え、でもさ、ツイッターとさインスタさ同じ写真載っけちゃダメなの？ダメか。全く同じ写真4枚と、全く同じ写真ツイッターとインスタ4枚とか。全く同じ写真だけどみたいな。なんか夜の街ってあれだよ。まあその時によるか。
あと変な服と言いがられるってそれな。なんかあれだった。この顔がつぶつぶのエフェクト。つぶつぶがね、いやらしい。この顔、でもね、顔のつぶつぶってめっちゃ漏れるんだよ。つぶつぶのエフェクトって。そう、めっちゃ漏れるんだよ。ね、なんか結構苦手、嫌っていう、いるらしい。なんかめっちゃつぶつぶってね、顔がちっちゃく見えるの。みんな一回つぶつぶエフェクト使ってみ、インスタの。え、めっちゃ漏れるじゃんってなるから。じゃあつぶつぶは使わんようにね。ストーリーでどういう時に出すの。そう、つぶつぶのエフェクトもめっちゃ漏れるんだよ。顔がね、小さく見えるっていうか。まあね、でもつぶつぶ外せるからね、一応。そう、多分外せるよ。なんで可愛い顔あんな変なつぶつぶ隠すんだろうと思う。つぶつぶ可愛いじゃん。なんかさ、前回さ、福岡でおしゃべり会したのってさ、いつだっけ。やば、つぶつぶエフェクトが苦手だから、推しのフォロー外したって。あ、3月31日だからか。なんかめっちゃね、覚えてるの私。なんかめっちゃ鮮明に覚えてて、それはさ、日数があれだからか。言うと2週間ぐらいしか経ってない。つぶつぶ同じ顔に見えるって。次のしゃべり会も楽しみですね。次のシングルの17、18枚目か。次じゃあちょっと終わろうかな。終わりたいと思います。13位、ヤシタンさんありがとうございます。12位、キャノシンさんありがとうございます。11位、ウッチーさんありがとうございます。10位、ソラさんありがとうございます。9
9位ステックさんありがとうございます。8位クボテツさんありがとうございます。7位ミルクラゲさんありがとうございます。6位ハピマルさんありがとうございます。5位ムックさんありがとうございます。4位モギリンさんありがとうございます。3位アオイちゃんさんありがとうございます。2位ワンタンメンさんありがとうございます。1位ただの魚さんありがとうございます。あ、タワーありがとうございました。ただの魚さんありがとうございました。600日はい、ありがとうございました。またおしゃべり会来る方はたくさんお話ししましょうね。ありがとうございました。